どうも皆様こんばんは、セコレットの瀬でございます。こんばんは、レイです。さあというわけで今日はここスカイパークに来ました。スカイパークなんだ、いいですね。どういうところ？空港の横の公園です。空港、あ、松本に空港があるんだ、はい、あんな感じ。ちょっと後ろ側見ると今ちょうどピンクの飛行機が止まってますね。すごいね、止まっております。まあ、ここでですね、休日なので、まあ、まったり家族と、あと嫁さん家の兄弟とまったり過ごしつつ、あと僕はですね、ノイズキャンセリングの性能を確かめたいなと、あの AirPods Pro とソニーと、だって飛行機の真横で聞いてさ、ガーイってどうなの？え？っていうのをえってその冷めた感じで言わないっていうのを確認したいなというふうに思っております。はい、あとはまあちょっと周りを説明してほしいんだけど、全く僕来たばっかりなんで、あれが、あの山が、あっちに見えてるのが西山といって北アルプスの山々。そう、山々ですね。でちょうどこの後ろに見えてるここが滑走路ですね。あ、なのでここ飛行機が着陸で通ってきます。ここに降りるんだ、うん。ああそうなんだ。本当に真横まで行ける場所なんですね。そう、すごいよ。マジ？私ここよくちっちゃい時に、うん、あの向こう側に公園があるんですけど、そこでよく遊んでたんです、うんうん、なのでここはすっごいよく来てた。へー、一応ですね、こっち逆側は今こう日が当たってますけど、あっちがアスレチック的な、そう、あそこがあの UFO って言ってたんですけど、私たち円形の中が木造のアスレチックなんだけど。ああそうなんだ。すごく面白くて、あそこでよく遊んでます。なるほどね、いいところ。みんななんかお弁当を持って遊びに来てるわ。じゃとりあえずここでイヤホンの性能を確かめたいと思います。はい、ちょっと動き出しましたね。間もなく飛びそうでございます。ちょっとこれからチェックしたいと思います。とりあえずはこっち AirPods Pro からやっていきましょう。さあ行くぞ。とりあえず音楽はなし、音楽なしでも十分ね、わかるので、いわゆる耳栓モードってやつですけどね。それでちょっと確認していきましょう。すげえな、ちょっとマジすげえな。真横通るのか。うわすごい、すごい音です。あ、でも全然違うじゃん。あ、すごい、すごいね。すごいです。まあほとんど午前中にみんな集中してるね。じゃあもうないのかな。あと1分かな。うそ。まだ来ますか。まだ来るよ。あ、よかった。待ってる、元気ある。待ってる、元気あります。気が沈むよ。え、嘘、聞こえたでしょ。15時45分。え、次聞こえないの。じゃあなんかノイズキャンセリング。もう日が沈まないけどかなり寒いよな。音楽よく聞こえる。音聞こえたよ。キーン、キーンはね、分かんなかった。でもね、やっぱ飛行機が進化してるよね。はい、今ちょうどですね、ヘリが来てますね。本人の今ノイズキャンセリング確認しております。あ、なるほどなるほど。 OK、 わかりました。よくわかりましたよ。はい、というわけで戻ってきました。ちょっと電池が切れちゃったんでね、急遽また家で回していますけれども、ソニーとね、 AirPods ノイズキャンセリングどっちが効いていたかなっていうと、やっぱね、 AirPods の方でしたね。 AirPods の方がいろんな音がね、こうガッて下がってるんですよ。いわゆる音楽流さない耳栓状態で両方とも試したんだけど、グッとすごく下がるんだよね。いわゆるこうキーンっていう飛行機の音とか、ダダダダダダっていう低音とかもいろんな音がするんだけど、そういうのがもう軒並みガッて下がるっていう感じがする。ソニーの方はね、そこがね、ちょっと
とね弱いんだよね。若干ね、そういった音の残りっていうのが聞こえるような気がするんですよ。でこれね、あくまで僕の主観です。これ体調とかあるでしょ、その人間の体調とかそういったものによって差が出るので、あくまで僕が感じたものです。もっと数値化したりとかデータとかでね出したら、もしかしたらソニーの方が聞いてるっていう風になるのかもしんないけど、あくまで僕の耳、僕がその場の温度とか僕の体調とかそういったものを踏まえていくと聞いてたんじゃないかなっていう結論になりました。やっぱ前回出したものと変わらず、ノイズキャンセリングは AirPods で、音質の方はソニーっていうのに僕の中では結論付けられたということで、いやーいろいろやってみるもんですね。近くに空港ができてね、まあ空港できてっていうか空港があるところに来たんだけど、やっぱいろいろ試してみるとね楽しいなっていうふうに思います。やっぱ家の中だけだと検証だとね、まあ、どうしてもちょっとこう違う結果になることもあるので、まあまあこういうふうにですね、またなんかいろんなことがあれば実際に外に出て使ってみてどういうものだったのかっていうのもですね、また皆さんにお届けできればなというふうに思っております。というわけで今日の動画いかがだったでしょうか。ぜひ下のコメント欄に感想を書いて教えてください。それとこの動画が面白いと思った方、高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。というわけでまた明日だ。チャオ。